古式島列島と本土一番南が下古式島ナポレオン湾下古式島は東、シナ海の古式島列島南部にある離島。鹿児島県薩摩仙台市に属する。古式島の名は中古式島北部にある古式の形をした巨石を古式大名人として崇拝したことに由来し、かつては古式島、古式島とも書いた。古式島列島は、 一菊式野市の沖合約三十キロメートルにある離島であり、その南部にあるのが下古式島である。面積は六十五点五六平方キロメートルであり、二千十五年の国勢調査による人口は二千三百二十一人である。面積は、奄美大島、薬島、種子島、徳之島、沖野選部島、長島、掛路馬島に次いで、鹿児島県の離島中、 第8位であり、山手線の内側とほぼ等しい。最高標高地点は604メートルの尾岳であり、尾岳の尾根には航空自衛隊の下越し機頭分屯基地がある。第9警戒隊の警戒管制レーダーが設置されているが、2009年3月に大陸間弾道弾も追尾可能な最新鋭の警戒管制レーダーへの更新工事が完了した。 島の最南端は釣りがかり崎で釣りがかり先灯台がある。全体的に山肌が海に迫り、中石平野の発達が極めて少ない。地形は上古式島や中古式島に比べて険しく400から500メートル台の山地が卓越し、特に西岸には切り立った断崖が点在する。古式島列島の平均気温は摂氏18.5度と温暖であり、 本土の同意度地域よりもやや気温が高い。夏、秋には台風、冬には季節風の影響を強く受け、台風の影響は列島の西海岸よりも東海岸の方が著しい。降水量は年2500ミ、mm、リメートルほどであり、本土よりもやや多い。島内には瀬尾川があり、上流には瀬尾間の海滝がある。国土地理院地図。 陸系した浜辺や海症上の小岩、無名の岩を除く。古式島列島には約8000万年前の白亜紀の地層が残っている。下古式島では2013年に日本国内では初めてケラトプス類の化石が発見され、アジアを見渡しても貴重な発見とされている。恐竜の化石が発見されたのは鹿児島県で初めてであり、イムタにある地層からは、 翼竜やワニなど爬虫類の化石も発見されている。手打遺跡、片野浦遺跡からは、弥生時、弾き、末期などが出土している。奈良時代には、薩摩隼人族の一根拠地だったと推測される。平安時代初期に編纂された、俗日本紀には、剣刀支線が古式島に停泊したことが記され、中期に編纂された、和名章には、古式島軍艦官,官。 古式島という名前が登場する。古式島列島の各地に、平家の落ちう伝説が残っている。鎌倉時代中期から370年間、13代に、渡って、小川氏が統治を行い、この時代から、行政単位が上下二つに区分された。1595年、小川氏は、本土の日置軍田伏に違法されて、古式島の統治から離れた。江戸時代には、 島津藩の直轄地となって地頭が派遣され、下古式島では手打ちに地頭刈リ屋が置かれた。半生時代には、東岸の金山海岸で、銅、金、銀などの採掘が行われた。古式島列島は、天草諸島や長崎と同じくキリシタン文化を受け入れた場所の一つであり、1638年には古式島列島に潜んでいた。 島原の乱の残党35人が処刑されて、殉教した。1780年代の天明の大飢金の際には、下古式党の百姓が出水に、豪氏が釧路に集団移住した。江戸時代には、薩摩藩が浄土新州を禁じたため、1835年には、長浜村が焼き払われるという、天保の法難が、1862年には、 下古式島前島の住民が取り調べられるという文級の法難が起こった。1871年には鹿児島県に所属。1889年に町村制が施行されると六村が合併して古式島郡下古式村となったが、1949年には地理的に隔てられたイムタが分離して単独で鹿島村となった。 下古式島の最高峰であるお竹北側にある分水霊がに村の行政会となっている。明治10年代には台風、飢饉、悪役流行などがあり、下古式島からは395個1732人が種ヶ島に集団移住した。1896年には古式島軍が薩摩軍に編入。1901年には 本土からの海底電信が到達し、九州商船によって、串木の航路が開かれた。鹿島村は、下古式島の北側一、三五締大和イムタが単独で村を構成。下古式村は、下古式島の南側に、三五締手打ち、片野浦、瀬、野浦、青瀬、長浜などの集落に人家が分散していた。1951年に、 九州を襲ったルース台風では、古式島列島も大きな被害を受けた。古式島列島の4自治体はいずれも薩摩軍に属していたが、2004年に本土の川内市ほか4町と新設合併し、薩摩仙台市となった。市町村合併時に、古式島にある大技は、従前の村名を町名とし、従前の大技名に関したものをもって、大技とするとしたため、 大技名がそれぞれ解消され、薩摩郡下古敷村、大技手打ちが、薩摩仙台市下古式町手打ち、薩摩郡鹿島村大技イムが、薩摩仙台市鹿島町、イムなどという表記をされている。ペリーニュー古式本土から、古式島列島までの主要な交通手段は、古式島商船が川内港ターミナルから運行している、高速船古式島と、 一気串木の市の串木の進行から運行しているフェリー入古式である。高速線古式島とフェリー入古式は1日あたりそれぞれ往復2便が運行されている。本土側の起点は高速線古式島が川内港ターミナルフェリー入古式は串木の進行であり、列島側の終点は下古式島の長浜港であるが、便によって立ち寄り先が異なり、 下古式島の鹿島港などに立ち寄る場合がある。老朽化した高速船 C ホークの代替線として高速線古式島が2014年春に就航した。新幹線800系電車、ツバメなど九州地方の輸送機関のデザインを数多く手掛けている水戸海江治がデザインを担当した。フェリー入古式はこれまで通り串木の進行を発着するが、 高速線の本土側発着所は、古式島列島が属する薩摩仙台市の川内港ターミナルに移設された。島内では、序八古道や下市の木地道などの参道が利用されていた。これらの一部は、廃れていたが、再整備が進められ、観光客向けの古道トレッキングも実施されている。公共交通機関は、下古島では南国交通によって、 古式化の小百合バスという名称の定期路線バスが運行されている。古式化の小百合バスは、手打ち、長浜線、手打ち、片野浦線、長浜、瀬、野浦線、長浜、鹿島線の4路線に分かれており、2路線ずつが、長浜港と手打港をターミナルとしている。手打ち、長浜線は、手打ちから青瀬長浜を結び、手打ち、片野浦線は、手打ち、 片野浦を結び、長浜、瀬、野浦線は、長浜瀬の浦を結び、長浜、鹿島線は、長浜イムタを結んでいる。手打ち、片野浦線の上り便は、デマンド運行となり、事前の予約が必要である。手打ち、片野浦線の下り便は、条件付き運行となり、手打ちトンネルで乗客がいる場合のみ、片野浦まで運行する。 中古式島と下古式島は最強部で 1.3km ほどであり、2006年からイムタセイ橋事業が進行中である。中古式島の南側半分には人家がなく、車が通行可能な道路もないが、この事業では中古式島の平ラから下古式島のイムタまで自動車道路を整備する。完成予定は2017年であったが、解消状況などにより、 作業日数が確保できない等の事情により、古式大橋と命名された鹿児島県内で一番、長い全長五百三十三メートルの橋が、二千二十年八月二十九日に、開通。平良島と中古式島、中古式島と下古式島は、海で隔てられてはいるが、前者の間には、沖の串と呼ばれる浅瀬があり、また、後者の間にも沖の瀬神や下手の瀬神などの浅瀬が、 あるため、かつては、上古式島から下古式島まで一続きの島であったと考えられている。1984年に足浜トンネルが開通すると、陸路で、旧鹿島村と旧下古式村の往来が可能となり、両地域の交流が活発化した。2011年には長浜、青瀬と手打ちをトンネルなどで結ぶ手打ちバイパスが開通し、安全性や、 利便性が大幅に向上した。古式島列島に自生する鹿の子ユリ1981年には古式島列島が古式島県立自然公園に指定され、2009年には鹿島断崖が日本の地質百選に選出された。中古式島北部には巨大な西断層である鹿の子断層があり、北西南東方向に発達した断層が露頭している。海岸には 海亀が上陸し、沿岸にはカツオクジラなどが回遊する。古式島列島は、熱帯性の木製子田であるヘゴの自生北原地の一つであり、ヘゴ自生北原地帯の名称で、国の天然記念物に指定されている。島内に生息するカラスバトは、種として国の天然記念物指定を受けている。薩摩仙台市の市花はカノコユリであり、 古式島列島は鹿ノコユリの日本唯一の自生地とされている。下古式島のユリ高原などで夏場に薄紅色の花を咲かせる。下古式島の手打ちでは手打ち湾と手打ち港の間に小規模な陸サスが形成されている。1889年や1951年にはサスが切断されたといい、現在は傍聴堤が張り巡らされているが、 校長時にはしばしば手打ち湾から手打ち港に水が溢れる。下古式島の手打ちには小川市の当地時代の名残である武家屋敷通りがあり、玉石垣が特徴である。名物であるキビナゴの刺身2010年の国勢調査による古式島列島の産業分類別就業者数は第一次産業が12.3%第二次産業が19.4% 第三次産業が68.1%であり、第一次産業の内訳は、農業が1.3%、林業が0%、水産業が10.9%である。就業者数、創生産額ともに、平均に比べて第一次産業が大きな割合を占めている。2009年の下越企島への観光客は、約14,100人だった。 古式島列島周辺海域はアジ、サバ、ブリなどの海遊魚に加え、キビナゴ、バショウカジキ、アワビなどの水産資源が豊富で、鹿児島県内有数の漁場となっている。古式島漁協の水揚げ量の45%を、刺し網漁業で漁獲したキビナゴが占め、5月から7月の夏季がキビナゴ漁の最盛期である。下古式島は、 九州で唯一海洋深層水が取水されている場所であり、水深375メートルから汲み上げた海水で、塩や、にがりなどの製造が行われている。2013年時点で、下古式島には、薩摩仙台市立中学校が2校、市立小学校が3校所在する。2013年5月1日時点の各中学校の生徒数は、海洋中学校が18人。 海正中学校が26人であり、各小学校の児童数は、鹿島小学校が13人、手打ち小学校が52人、長浜小学校が59人である。古式島列島内に高校はなく、中学校卒業生の多くは本土に引っ越して、本土の高校に進学する。2004年の合併後、薩摩仙台市は大規模な小中学校の統廃合を進めた。 下古式島にある二つの中学校、海洋中学校と海星中学校は、今後の生徒数の推移によっては、東廃合が検討される。二千十二年には、鹿島中学校が休校となり、鹿島中学校に通っていた生徒は、海星中学校に通うこととなった。鹿島中学校の学校再開や鹿島小学校の東廃合については、古式大橋完成後の状況変動などから、 判断される。2012年には、青瀬小学校が長浜小学校に、小岳小学校が手打ち小学校に統合され、2013年には西山小学校が長浜小学校に統合された。薩摩仙台市は、下古式島で山村留学制度を実施している。鹿島小学校、鹿島中学校は百九十六年から海猫留学を実施し、 本土などから海村留学生を年間10名程度受け入れている。留学生は里親の下で暮らし、長期休暇のみ実家に帰省していたが、近年では家族揃っての留学も増えているという。2007年度の鹿島小学校の全校生徒数は16人であり、このうち留学生は6人だった。なお、下古式島は海猫の繁殖難現地である。 西山小学校でも2000年から鹿島小・中学校同様のナポレオン留学を行っていたが、近年は希望者がいなかったことから2011年に制度が廃止され、また、西山小学校自体も2013年度に、統廃合の対象となった。鹿島村離島住民生活センターは、国の登録有形文化財に登録されている。鹿島地域は、中野生が1、3、 橋の姓が1、3、残りの1、3が、小村姓などである。1949年に、下古式村から分村して以来、鹿島村及び市町村合併後の薩摩仙台市、鹿島地域は交通死亡事故ゼロを継続しており、2013年6月には、日本記録が連続2万2000日まで伸びた。下古式地域の歴史民俗資料館には、 世界で一枚だけしかないビーだなしなどが展示されている。下古式島には5月頃の深い霧の夜に山中から犬の鳴き声が聞こえてくる犬の亡霊という会議が伝わっている。これはかつて狩りに行って命を落とした犬の霊がそのまま山に残っているためと言われている。下古式島には秋田県の生ハゲに似た都市丼という伝統的な民族行事がある。 大晦日の夜、地元の若者が、都市丼という怪物に噴し、首なし馬に乗って、家々を回る。子供たちの素行や行儀を戒めて悟し、褒美として、子供に年餅持ちを与えて去ってゆく。シュロの木の皮などで作った衣服をまとっており、ポリネシアの島々の祭礼を思わせる。1977年には、国の重要無形民族文化財の指定を受け、2009年には、 古式島の都市ンとして国連教育科学文化機関の無形文化遺産に登録された。堀田義恵の木梨島のモデルは下古式島である。向価鳩獣が書いた児童文学古島の野犬は下古式島の野犬が主人公であり、手打ちにはこの作品にちなんだ銅像が建てられている。映画釣りバカ西地球では下古式島がロケ地となった。 浜ちゃんの上司が結婚式を挙げたのは手打ち地区の民家であり、ラストシーンではスーさんと浜ちゃんが手打ち海岸でキすずりをした。また、下古式島は森慎一の母親の出身地であり、1999年には森の代表曲として知られるおふくろさんの歌肥が手打ちに混流された。山田敦都氏が描いた漫画ドクターこと診療所の舞台である。 コシキ島は、下古式島がモデルであり、30年間も、離島医療に携わってきた手打ち診療所の瀬戸上、健次郎一種が主人公のモデルだが、ロッケは、沖縄県の与那国島で行われた。下古式島のナポレオン団は前述の、ドクター古島診療所やゆで卵の、筋肉マン通夜などの漫画に登場する。大和なの読み方のうち地域名と同じ読みのものは、 省略した明治29年以前は、古式島郡。自然気候日本の天然記念物講談社308ページによると、ヘゴの自生北限地帯として、国の天然記念物に指定されているのは、東京都八丈町、長崎県五島市、鹿児島県肝付郡南大隅町、肝付町、南薩摩市、宮崎県日南市に加えて、古式島列島である。 ありがとうございます。